どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。今回はちょっとした小ネタ動画をね出そうと思います。まあ、できるかわかんないんですけど、 T 岡田選手を使って、T 岡田選手といえばね、ホームランの弾道が美しいということで有名なんですが、彼を使ってね、京セラの5階席に打ち込みたいっていう、そんなね、ただの僕の願望を叶えたいという動画です。まあ、ちなみにね、超高反発ボールを使ってるんで出るんじゃないかと思ってます。まあ、ただのフィールドプレーでやってるんでね、対戦でやってます。まあ、絶好調になるまで何回かねやり直したんですけど、これならまあ打てるでしょうと思いつつ、ミートでかいね。さあ行きましょう、ライトスタンドにぶち込もう。あれはなんだ、下段か、下段だな多分。もうちょっと下かな、もうちょっと下っぽいな。せめて確定はね打たないとダメなんですよね。まあ、それでも綺麗な当たりではあるんです。完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。お、来た。久しぶりにこれだな。せーの、おい、よいしょ。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、本当に見せてくれますよね。先制点はホームラン、初回から飛び出しました。いや、もっと飛ばせるな、もっといける。さっきのホームランもね、納得いってないですからね。僕はまだまだ飛ばせると思ってるんで、彼なら。あー、しまった。なんでベストピッチを打ちに行った。もっと待ってもいいな、待ってもいいな。甘い球だけ狙いに行こう。ベストピッチは無理に打ちに行く必要はない。ホームランを放っています。ツーアウトランナー一塁です。ああ、打ってもよかったかな。来た、どうだ、いたー。これよ、これが気持ちいいんですよね。最高。これをやりたかったんすよ。綺麗だね、やっぱり。はい、本日2度目の、よいしょ、よいしょ。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、どうでしょうか。まあ、そろそろ。さあ、見ましょう、リプレイ。そうですね、ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。おー、いいね、国会席、お客さん怖いよ、動きが。まあ、ちなみにチェン投手にしてたのは一発持ちだからという理由だけです。別にチェン投手が嫌いとかそんなわけじゃないです。さあ行きましょう、もういっちょね、上段にぶち込みましょうよ、5階席。あっ、なんで叩きつけた。こうなったら潰すってやる、この野郎。こうなったら潰すってやるってどういうことだ。はい、というわけで僕の些細な野望が達成されました。ありがとうございます。もしこんな選手でね、5階席放り込むの見たいとか、上段打ち込むの見たいなんていうのがありましたらね、リクエストお受けいたします。まあ、2015の間だとは思いますけど、19が出たらそっちでやるかもしれません。というわけで今回はここまでしたいと思います。小ネタでした。みつキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。以上をもちまして、本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけて、チャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。